こんにちは、伊藤秀明です。本日はこのシビックフェリオのボンネットの塗装をやります。よろしくお願いいたします。はい、こちらが私が乗っておりますシビックフェリオでございます。平成12年式です。はい、マニュアル車。こちらのシビックフェリオなんですが、このボンネット、はい、クリア塗装が剥がれかけてきてますね。はい、ということでございまして、ちょっとわかるんかな、この辺もひどいよね。はい、もうこれもうザーッとペーパーでクリア塗装と、カラーも落とした方がいいかな。うん、カラーもカラー塗装、クリア塗装とカラー塗装をペーパーで落とします。そうすると鉄板は見えないですよね。鉄板まで削らない、鉄板まで削らないでこのカラーの下地まで出します。で、下地をもう一回スプレーで塗りまして、で、カラーを塗って、クリアを塗って、それで完成。うん。はい。この天井部分は、まあ汚いですけど、これクリアスプレー塗ったんですね、自分で。はい。ちょっとかなり、ざらついてますけど。ええ。ね、これも天井もひどかったんですよ。ええ。なんで天井はまあうまいこといきましたね。剥がれてきてませんから、 つまり錆びる心配はないということですね。はい、こういうのやっぱり放置してると、いずれ鉄板まで見えますからね、いずれ。はい、あと見かけもちょっと悪いし、はい、そういうことでやっていきます。はい、これ何番、400番とかでいいんじゃない？400番とかでこういきますよ。ダダダダダこう、はい、こんなんでできたの分かります？これクリア塗装ですね。うん、これもう落としちゃう。あー、熱いな。日陰でやるか。熱い、これが120番がありました。120番でやってみます。あー、このぐらいでもいいかもしれん。はい、結構頑張ってやっとこのぐらい、この白いところまで出します。全部これ大変ですよ。はい、大変なのは知ってました。はい、でも大丈夫、やっていきます。ここ、サンド耐水ペーパー当てても、ね、これで傷防止。はい、それではね、残り、ここと、ここと、ここもちょっとやっていきます。Thank you.
はい、もうめっちゃ暗いですが全部剥がし終わりました。はい、これよく見るとちょっとわかるかな、この色とこの色違いますよね。だから2種類の層があったと。このちょっと濃い灰色、白っぽい灰色、その下に鉄、ちょっとこれ鉄までやっちゃったんだけどね、濃い灰色の塗装を、塗装っていうか膜、白い灰色の膜、その下に鉄、とりあえずその色の塗装は全部落としました。はい、でもあの夜暗いんで明日ですね、もう今日中に全部カラーもクリアもできると思ったんですけど、あ、見事見事、うん、はい、明日になります。こんにちは、道場六三郎です。それでは昨日の続きをやっていきます。はい、はい、さあどうでしょうか。綺麗にクリア塗装を剥がしましたね。はい、ちょっとこういうなんちゅうの、これ段差になっとるんですけど、こういうところはもう鉄まで見えるぐらいまで磨いちゃったというのはありますが大丈夫、また下地を塗りますから。はい、それではね、ちょっとホースで洗いましょうか。水流して、はい、そしたらねこれ乾いてからこのガラスのところをマスキングして、ここで下地プラサフスプレーから塗っていきます。はい、マスキング完璧です。よし、プラサフスプレーが3本ありますね、これ。はい、これを塗るとまあサビもつかないし、こういったカラースプレーのノリが良くなると、剥がれなくなるというのがこのプラサフスプレーの効果ですよね。はい、仕上がりに差が出るって書いてある。そりゃ差は出したいですからね。はい、丈夫な下地塗膜、これは使い古しだな。うん、はい、それではね塗っていきますよ、もう大胆に。はい、さあどうでしょうか。まあムラはすごいですよね。ムラはすごいけど、もう一本プラサフがあるんでやろうか。でここは綺麗にいきました。この段差はピントがまあ、はいね、綺麗にこの鉄の部分もしっかり隠せました。うん、ムラはすごいですけど、はい、ここがねちょっとほら垂れちゃったかな。ね、これね塗装カラースプレー塗ってもちゃんとこんなようになるんですよね。ここまでムラができちゃうと、段差っていうか、まあ、いい、遠くから見たら分からん。はい、そしたら10分ほど乾かしまして、でカラースプレー塗っていきます。はい、 OK、 それではいきますよ。カラースプレーと、おお気持ちいい。はい、こんな感じで
薄く塗っていきます。これはもうムラが出ると汚くなるんで、薄くやっていきます。ほら、ちょっと薄くやったつもりでもすでにもうね、危ない。しっかり離れかして距離取ってかけていきます。え、いいんじゃない。ね、やっぱこのぐらいまでやらんとあかんのかな。ちょっと中央ムラがあるの分かります？ここだけちょっと強くなったっていうか、ムラだらけ、うん、まだべっとりいかんとあかんのかな。ね、この上からクリアはさすがにないやろ。ざらつきあるし、うん、やっぱりあの、なんちゅうかな、この辺りぐらいにべっとりとやっぱいかんと、あんま近づけすぎてもあれやしな。うわ、真っ白、天井真っ白、まあ、これは粉だからさ、水で取れると思うんですが、スプレー5本で足らん。もういいけどね。2本あった。あ、2本じゃ足らん。もうトーバックス行ってみようか。はい、結構乾いとるね、やっぱ。ね、やっぱりこの白いモヤモヤを消すにはやっぱりたっぷり塗らんとあかんっていうことや。いいやろ、これでいいわ。やっぱこのぐらい厚塗りしないといけないんだろうか。これでも十分綺麗だけどね。厚塗りするとテカテカになるよね。どうなんやろ。どうせクリア塗るからこんな感じになるんだけどね。いいよね。めっちゃスプレーいるじゃん。マジ?7本使ったことで。スプレーをね、注文します。もう慌てない。注文します。どうやろう。1、2、4、やっぱ、5、6本いるんかな。6本ぐらい買うか。OK。ね。半分3本、半分3本でいけるやろ。いける。6本買おう。よし。はい、今日の作業はこれで終了になります。お疲れ様でした。
そうやけどな。はい、おはようございます。プロゴルファーサラです。さあ本日も塗装の続きをやっていきます。はい、スプレー缶が届きましたんで、お、はい、あら6本も届きました。はい、これで仕上げていきます。さあ6本でしっかりと仕上げていきます。たっぷりとフラワーできていい。ね、この辺ちょっと白いの分かりますね。えどうしてもこれスプレーのその吹いた周りが白くなっちゃいますね。これどうしてもこうやってきて、何本使ったん？ 3 本？ 4 本？ 4 本使いました。はい、もうこれで良しとします。多少のムラはありますけど、はい、いい、これで完成完成。はい、あー、いっぱい使った。4本やろ、ここに7本使ったん、11本も使ったんねえ。これ手前3本がプラサフだから、これ7本、あっち4本、11本使ったん、うん、で今度ウレタンクリアをね、これも高いスプレーを7本もあると、8本、8本あるな。はい、これをね塗って完成です。はい、はい、じゃん、ウレタンクリア、これが高いのよ。高いけどめっちゃ綺麗になります。はい、これを塗っていきますよ、濁らないように。あ、いきなり濁った。だら、何しとん。ああ、もういきなり細くなるのやめて。おい、なんでこんなん、どうなん、これでいいやろ、テカテカやん。ああ、きれいきれい。はい、塗り終わりました。うん、いいんじゃない。うわ、やっぱ左側たくさん塗ったから結構テカリがすごい、テカリがすごいけど鏡のようにはなってないよね。なってない。そう、クリアってやっぱりね鏡にならんとなるぐらいねべったり
ほら、これ、はい、これ後ろバンパーでしょ、ね、これもともとついとったクリア、鏡になっとるでしょ、ね、あ、この夜間が映っとるでしょ、ここに、ね、このぐらいべったり、鏡になるぐらいべったり塗れれば綺麗になる、うん、ね、ここもこれ段ボール映っとるでしょ、ね、これがクリアスプレーなのよ。ただ私が今塗ったボンネットは綺麗だけども、鏡になるぐらいべったりは塗れてないでしょ、ね、濡れてない濡れてない、木が映ってないもん、ここにね、でぼやけてんのよ、すんごい、うん、ね、強く塗りすぎたら失敗するし、薄すぎると、まあ薄すぎる方がいいよね、見栄え的には、うん、若干この辺でもザラザラやな、ズームしてみるとほら、まあいいよこれで、うん、はい、これでね、どうやろ、30本としたらマスキング剥がして終了やな。はい、30分。おい、どこ入っとるお前、なんか車にマックの食べ残しがないか来とったんやね、バーカな。はい、30分ほど経ちました。あ、もう完全に乾いてるね。あ、ツルツル、熱い、やっぱ天気がいいから。はい、そしたら完成よ。おい、ちょっと待ってよ、猫の足跡ある。あー、怪しい。でも大丈夫、乾いてから乗ったやろなあ、アホが。まあいい、そしたらマスキングを外して、水洗いして終わりにしましょう。バッチリや、うん、はい、どうですかね、あ、見事見事、綺麗綺麗。やっぱクリア塗ったら塗装の白いところとか全く目立たなくなりましたね、うん、ね、やっぱりこうメーカー塗装はこう鏡になる、しっかりとこのね、お花の色も映ってますよね。そう、そういうとこまでできればいいんだけど。いやー、美しい。全然これやる前よりいいやろ。うん。はい。という作業でした。このバンパーも自分でやったんですよね。バンパー。バンパーも綺麗に。ね、そう、バンパーも自分で塗装しました。でこう天井もね、そう、バンパー、ボンネット、これで天井、天井が本当にうまいこといかんかったね。え、やっぱこう、こういうところから真上からやっぱりちゃんとスプレーしなきゃいけなかったんかな。めっちゃ濁っとるよね。うん、でもすごい色剥げてたんで、まあそれよりはいいかなっていう感じですか、うん、そう、天井がねちょっとあんま綺麗じゃないよね。そうなんですよ、こことかめっちゃ白いやん、ザラザラ、うん、まあいい、
あとはそんなね、今ハゲてるところないです。やっぱりこう太陽の光を上から浴びる天井だったり、ボンネットがやっぱダメージを負いやすいんですかね。はい。そう、かっこいいね、シビックフェリオ平成12年式。あの、いつの間にかこれが取れてたんですよ、シビックのロゴが。これ誰か拾った人、私に連絡ください。はい、ここの LEV っていう、これも取れてたんですよ。こういうのついとったんですけど、はい、拾った人はあのちょっと連絡ください。はいね、ただまあね、よく見ればこうやって細かい傷がいっぱいあるんだけど、こんなのはもういちいち気にしてられない。はい、いやー、よかったよかった。はい、26万98キロ走っております。私これ9万キロで買ったんで、買ってから17万キロ走りましたね。はい、30歳の年に買ったんだ。だから30歳の2月に買ったから、2011年の2月に買ったんだ。だからもう9年ぐらい乗っとるんですかね。はい、かっこいいね。うん、本当に目立たないね。うん、ああ、綺麗綺麗。よく見れば、なんちゅうかな、こういう、わかる？ポツポツはすんごいたくさんあります、こういう。これカラースプレーのやつですね。ポツポツが、手で取れるんだっけ？あ、まだクリア乾いてない、うん。ほら、ここにもある。これ、ポツポツ。まだどこ？ほら、これポツポツは たくさんあります。まあいいね。いやもう、素晴らしい。本日の作業も100点ということになりました。はい。ありがとうございました。